今日は死刑だ3301からの謎の本、リベルプリムスについて解説するわね。大ついに待ってましただぜ。まだ見ていない人もいるかも。だから一応補足すると、最初の動画では死刑だが出した問題、2012年から始まりその後の全体的な経緯について解説したわ。そして前回の動画では死刑だの名前の由来、死刑だのロゴに使われているセミの意味、素数ゼミや RSA 暗号について解説したわ。素数ゼミの動画は素数ゼミポップコーンしかわからなかったと言われているけど、ごめんなさい。この動画を見た後にもう一度見返してもらうと新たな発見があるかもよ。概要欄に一応リンク貼っておくからまだの人はどうぞ。それでは今回はリベルプリムスよ。死刑だの問題は2012年から始まり2013年、2014年と毎年新たな問題が出たけど、この本は2014年の3回目の問題で登場した謎の本よ。死刑だもリベルプリムスに道は示されている、というメッセージを残しているくらい、最難関かつ、最も重要な答えが書かれているはずのものよ。ただ最初に断っておくんだけど、これはまだ全てが解読されたわけではなく、今わかっている範囲での情報となるわ。また、今わかっている範囲だけでも膨大な情報量だから、できるだけ簡潔にわかりやすくまとめるつもりなんだけど、長くなってしまったらごめんなさい。時間のある時にでも見てほしいんだぜ。でも、この動画を見てもらうことで、死刑だとは何者なのか、何が目的なのか、何がしたいのか、というのはかなりわかってくると思うからぜひお付き合いください。お願いするぜ。そういえばさっきから霊夢の頭に素数ゼミついてるぞ。あなたにもね。それではまずはこの本が登場した背景をもう少し詳しく解説するわね。突然始まった死刑だからの挑戦状は2012年、2013年は苦労しながらも、最終的に正解までたどり着いた人たちがいたわ。これは死刑だもそう言っているから多分本当だと思うわ。そして迎えた2014年。この年は死刑だが問題を出した最後の年で最難関の謎の書物、リベルプリマスが出された年よ。2014年もステガノグラフやブックコードなどの暗号が出されたんだけど、2012年、2013年と似たようなものは次々と解かれていったわ。そして今回は少し違う謎が示された。364万、1299の文字列よ。この文字列はかなりの量の繰り返しテキストが含まれていたわ。大目が回りそうなんだぜ。そしてこの文字列をバイナリ表現に変換。XOR 演算で全てのビットを反転すると、データが FFD8 で始まり、最後が 8DFF で終わっていたの。これ見ただけでわかる人はかなり詳しい人だと思うけど、実はこの FFD8 は JPEG ファイルの始まりを示すものなの。こんなの普通の人にはわからないんだぜ。そして大量の文字列の中には JPEG ファイルの終わりを示す FFD9 も含まれていたわ。そしてこの文字列を画像ファイルとして読み込むと、この最初のページが出てきたの。おお、これは見つけた人はものすごく感動しただろうな。そしてさっきも言ったけど文字列の最後が画像ファイルの始まりの逆になっているでしょ。なのでこれを逆から FFD9 までの部分を画像ファイルとして読み込むと、また別の画像が出てきたの。おお、すごいんだぜ。なんかチャプター1って書いてあるな。インタスってどういう意味なんだ？インタスはラテン語で内部とか家とかそんな意味よ。全然意味わからないぜ。そうしてそれを繰り返すと、3枚目の画像が現れたわ。おお、これにはすでに文字っぽいものが含まれているんだぜ。全く読めないが。とこんな感じで最初の3枚がすでになんか繋がっているように見えるでしょ。確かに、本の表紙と中身って感じだな。そしてこの後も2014年の問題の中でいくつかのページが示された。でもその後はいつも通りに最終問題まで行った一人に死刑だから連絡があって、このメッセージを最後に2014年の問題も終わったかに見えたわ。しかしここからいつもと違うことが起こるの。2014年5月2日、死刑だから秘密のメッセージが送られたわ。そしてこのメッセージには死刑だの PGP 署名と新しいオニオンへのリンクが含まれていたの。PGP 署名やオニオンについては過去動画で詳しく解説しているから見てほしいけど、簡単に言うと PGP 署名はネット上のメッセージをその本人が送ったと証明するもの。オニオンはドットオニオンのことで、トアブラウザ経由でアクセスできるサイトのことよ。トアブラウザ経由だと匿名性が高い通信が可能で、通信規制があるような独裁国家で外部の国と通信するために使うこともできるし、いわゆるダークウェブでも使われるものね。つまりこれは死刑だ本人からのメッセージということね。そしてこれを解いていくと、0から57までの番号が振られた58枚の画像ファイルが含まれていたわ。おお、これはもしかして。その通りよ。これはリベルプリムスの一部だったわ。おお、なんかおなじみのセミもいるんだぜ。ほんとセミ好きよね。この新たな58ページを加えると、合計75ページの本になったわ。そしてこの75ページが今のところ死刑だから提示されている全てのページよ。おお、じゃあこれを解読すれば。それじゃあここからは簡単に本の全体の概要を説明するわね。まずはページ数はさっきも言った通り表紙を除いて全部で75ページよ。表紙も意味があるから後ほど解説するわね。そしてこの75ページはさらに明かされたタイミングで分けると、2014年の問題の中で示されたものが17ページ、
後に同時に提示されたものは58ページよ。そして中身75ページのうち、一番最初のページとチャプター1と書かれたものは、他のページで使われているルーン文字は使われていないから、ルーン文字が書かれているページは73ページね。つまり表紙、ルーン文字以外の文字で書かれたページ2枚、ルーン文字のページ73枚。これが一般的な全体感よ。結構あるんだな。でもさっきから言っているルーン文字って何なんだ？それじゃあ中身に入る前に大事だから使われている文字について解説するわね。これはさっきのリベルプリムスと書かれたページの次のページで、全体で言うと2ページ目。序文みたいな感じのページなんだけど、マリサこれ読める？まあもちろん読めないし文字も見たことないんだぜ。もうちょっとわかりやすくするとこんな感じよ。いやいや全然わかりやすくないし全然意味がわからないんだぜ。まあでも何かの文字、というのはこれの方がわかるんだぜ。そうよね。これはいわゆるルーン文字が使われているわ。ルーン文字は、ゲルマン人によって使われていた言語よ。ゲルマン人、なんか聞いたことはあるが。今回は世界史じゃないから簡潔に説明するけど、ゲルマン人は古代から中世初期にかけて、中央ヨーロッパからスカンジナビアにかけて居住した民族集団のことよ。現代で言うと、いわゆる北欧系の人やイギリス、ドイツ系などの人たちの祖先ね。中央アジアの遊牧民であったフン族に押されて、民族大移動した結果、ローマ帝国を脅かしたことでも有名よね。そもそもルーン文字自体が、この時ヨーロッパにまで領土を拡大していたローマ帝国で使われていたラテン語を参考にしたと言われているわ。これは諸説あるんだけど、その後民族大移動によってローマ帝国の文化と混じり合い、ルーン文字は、現代の欧州系の言語の元となっているラテン語にとって変わられた、というのが一般的な見方よ。なので一部地域では民間伝承的に残っていたり遺跡などからは発見されているけど、現代では一般的には使われていない言語よ。ルーンというのが、古代サクソン語などで秘密という意味であることや、ラテン語が普及した後年からするとルーン文字は古くて神秘的な雰囲気を持つ言語として扱われることもあり、呪術や儀式に用いられた神秘的な文字という印象を現代では持っている人もいるが、実際は日常的に使われた言語でもあるの。まあ多分だけどだから死刑だもその印象から、ルーン文字を使ったのかもしれないわね。なるほどなんだぜ。多分欧米系の人にとってはルーン文字の印象は少し神秘的な感じなんだろうな。ただ言語に関しては死刑だはここでもう一ひねり入れているわ。2013年に死刑だはこの謎のツイッターアカウントを作っており、そのアカウントは謎の文字列を出力し続けていたわ。そしてその数値と RMP3 ファイルを XOR 演算すると、こんなファイルが出てきたわ。おおなんなんだこれは。これはゲマトリアプリムス、と書かれていたわ。2013年の問題の中で提示されたゲマトリアプリムスは、29個のルーン文字からなるアルファベットで、それぞれのルーン文字には英語の対応する文字と数値が含まれていたの。ちなみに数値は小さい方から大きくなる連続する素数よ。おおこれはルーン文字なんだな。それじゃあこれを使えばリベルプリムスが解読できるのか？でもそういえばゲマトリアって何なんだ？ゲマトリアは、一般的に定義すると単語や文章を数値として扱う手法のことよ。そして一般的にはヘブライ語でも用いられるわ。またあんまり聞いたことない言語が出てきたんだぜ。まあ日本人にとってはヘブライ語はかなり馴染みが薄いと思うけど、いわゆる旧約聖書は古代ヘブライ語で書かれているのよ。おおなるほど、聖書の言語、ということだな。最近はよくニュースでも見るイスラエルだけど、もともと聖書の時代には古代ヘブライ語を母語としていたヘブライ人がそこに住んでいたのよ。西暦200年頃に口語としてのヘブライ語は滅亡してるんだけど、書き言葉としては、学者の著述や典礼言語としてその後も使われてきたの。現在イスラエルで話されているのは、現代ヘブライ語と呼ばれていて、最近になって復活したの。まあ要は旧約聖書でも使われるような古くて重要な言語、ということだな。話を戻すと、一般的にはそのヘブライ語を使って数値を表すの。例えばこの文字は直訳すると生きている、という意味だけど、数字に変換すると、こんな感じで10プラス8、つまり18になるの。だから18はヘブライ語を使うユダヤ人にとっては幸運な数字なの。なるほどなんだぜ。こんな感じで単に単語の表面の意味だけでなく単語の文字に対応する数字を足すことで、その単語の数字が出てきて、さらにそこに別の意味が加わる、ということだな。その通りよ。これはこれは、すごく複雑なんだぜ。なんでそこまでしないといけないんだ。まあこれはあくまで一つの説だけど、例えば新約聖書にもゲマトリアの事例があると言われていて、新約聖書、ヨハネの黙示録にこんな言葉があるそうよ。この刻印とはあの獣の名、あるいはその名の数字である。ここに知恵が必要である。賢い人は、獣の数字にどのような意味があるかを考えるがよい。数字は人間を指している。そして、数字は666である。おおなんかクイズみたいだな。意味子は問題をやり込んでいるこのチャンネルの視聴者さんなら、この言葉に何か裏がありそうとピンとくる人もいるんじゃないかしら。まあもしこれが本当にそういった意味ならこのチャンネルの問題からしたら結構ダイレクトな気もするんだけど、まずは一般的には獣ってあまりいい意味じゃないわよね。野獣とか野蛮な人って感じよね。
そして666という数字がその人間の名前を指している。賢い人はその獣の数字の意味を考えなさい、と言っている。つまり666は獣みたいな人間の名前で頭のいい人であればそれが誰かわかるよね。って感じよね。おお、わかりやすい現代語訳。そして一般的にはこの666はローマ皇帝ネロを表していると考えられているわ。ゲマトリアでネロの名前を計算すると666になるの。よく暴君ネロとか聞くと思うんだけど。暴君クマの方が私はよく聞くんだが。ネロはローマの大火と呼ばれる大火災で市民の悪霊を消すために、キリスト教徒を大火の犯人として弾圧をしたの。これが現代のキリスト教世界で暴君とか呼ばれるゆえんよ。実際は弾圧を除けば、必ずしも暴君とか無能な皇帝、というわけではなかったようよ。おおなるほどなんだぜ。なのでゲマトリアは直接的に書くと問題のあるような言葉を隠したり、より深い意味を持たせるような用途で使われたんだな。そうね、まあ現代で言うと隠語だったり暗号だったりってなるのよね。なるほどだぜ、だから死刑だもこういった手法を使ったんだな。話を死刑だのリベルプリムスに戻すと、リベルプリムスはヘブライ語ではなくルーン文字で書かれているから、各ルーン文字に対応する数字をこのように独自に定義して、リベルプリムスの中のルーン文字をこの表を使ってゲマトリア式で解いてください、ってことね。こんなのルーン文字とかゲマトリアに関してある程度知識がないと、絶対に解けないんだぜ。そうね、ここからも死刑だが暗号のプロで現代のネットの暗号化技術だけでなく、歴史的な暗号も理解していることがわかるわよね。では長くなったけど、いよいよこの表も使って中身の解説していくわね。中身の解説も長くなるから時間のある時に気楽に見てね。まずは主要なところからよ。表紙なんだけど、ここにもいろんな深い意味が隠されているわ。この絵って一見すると三角だし、フリーメイソンのマークと関係があるのではとちょっとオカルトチックになるんだけど、実はこの絵は現存する絵画を組み合わせたもので死刑だが一から作ったオリジナルの絵ではないの。え、そうなのか、私もてっきりそういったものを象徴していると思っていたぜ。この絵は、こうやって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 作るのよ。おお、霊夢が5秒で表紙を作ったんだぜ。ということはやっぱり霊夢が死刑だったんだな。なんか詳しすぎると思ったんだぜ。違うわよ。この表紙は、この絵と、この絵と、この絵と、この絵を組み合わせて作られているの。おお、本当なんだぜ。なんか変な表紙だなと思っていたら、4つの絵画を回転させたり切り張りして作られていたんだな。でもこの絵は一体何なんだ？実はこの絵は全てある一人の画家の作品なのよ。おお、誰なんだ、気になるんだぜ。この絵画の作者はウィリアム・ブレイクという人よ。あんまり聞いたことないんだぜ。ウィリアム・ブレイクは1757年生まれのイギリスの詩人画家よ。彼が生きていた当時は彼の作品はあまりにも先進的でほとんど有名じゃなかったんだけど、今は事実上のイングランドの国家であるエルサレムという歌の歌詞は、ウィリアム・ブレイクの予言誌ミルトンの助詞が使われているわ。おお、じゃあイギリスでは知らない人はいないんだな。死刑だを理解する上でも彼を理解することは重要だから。簡単にウィリアム・ブレイクを解説すると、1757年ロンドンで靴下商人の第三子として誕生。幼少期から絵の才能を発揮して絵画の学校に入り、15歳で彫刻家ジェームス・バザイアに弟子入り。その後は銅版画家、挿絵画家として生計を立てていたわ。おお、単なる画家ではなかったんだな。当時は無名で癒しだけでは食べていけなかったんでしょうね。また彼はある兵隊と口論になり、国家扇動行為、つまり国民を扇動して国家を陥れようとした罪で裁判にかけられたわ。大喧嘩しただけで裁判、怖すぎるぜ。裁判で彼は勝訴したんだけど、それからはシンプルな表現を難解な表現にして隠すという特有の表現技法を取るようになったわ。おお、それはなんか死刑だのやり方というか暗号に似ているな。そうね、ここは一つ重要なポイントでしょうね。また彼は当時は狂人と見られていたんだけど、それは彼の作品の一部が当時の人には理解できない独自の象徴的神話体系を構築していたからよ。例えば、彼の中期から後期の作品で後に予言書と呼ばれる四人のゾアたち、ミルトン、エルサレムなどの作品群においては独自の象徴的神話体系をモチーフにしているの。これは四人のゾアを表している絵で、北のアーソナ、南のユリゼン、東のルバ、西のサーマスという世界を構成する基本的な存在として想像しているわ。さっきから何言ってんだ、霊夢。私も何言ってんだと思うけど、ウィリアム・ブレイクを理解する上では重要なことなのよ。さっきリベル・プリムスに出てきた表紙の下側の部分に使われていた絵は、この中の一人、理性を司るゆえり神ユリゼンよ。おお、なんかオカルトというか現代で言うとゲームみたいな感じだな。まあこれ見ただけでもちょっと変わった人、というのはわかるわよね。ただこの予言書、と呼ばれる作品群の中には、さっきも紹介した事実上のイングランドの国家であるミルトンやエルサレムも含まれるから、単なる変人が作ったオカルトっていうわけではないのよ。晩年はダンテにも傾倒して、イタリア語も学んで、病床で約100枚に上る新曲の挿絵を水彩で描いていたわ。これは有名なもので、ダンテ地獄編第5部の挿絵でタイトルは恋人たちのつむじ風よ。まさに地獄のつむじ風だな。とまあウィリアム・ブレイクを解説してきたけど、多分最も大切なことは、
彼が発明した彩色印刷、イルミネイテッドプリンティングでしょうね。なんだそれ、聞いたことないぜ。彩色印刷は簡単に言うと、文章と文章を説明するための絵を、同じ銅板から同時に印刷する手法よ。これはブレイクの作品なんだけど、今でこそこんな感じで文字と絵を組み合わせて、印刷するのは当たり前だけど、当時はまだ手動の版画の時代だったから、画期的な技術だったの。そしてリベルプリムスでも文字と絵が両方載っているページがある。ウィリアム・ブレイクの作品を表紙に使ったのは、この本の文字と絵にはどちらにも重要な意味がある、ということを表現したんだと思うわ。また後で詳しく解説するけど、この左側にある挿絵は、なんか本によくあるただのデザインに見えるけど、実はこれはフィボナッチ数列を表しているの。おお、確かに似ているんだぜ。またリベル・プリムスに使われている表紙の絵の一つのこの絵なんだけど、これ誰かわかる？ダンテ像か？いや、さっきウィリアム・ブレイクがダンテ好きとは言ったし似ているけど、これダビデ像だし、ミケランジェロが作者だし、ははは、ごめんなさいだぜ。これ実はニュートンなの。おお、ニュートンってあの万有引力の法則の人か。その通りよ。ニュートンはウィリアム・ブレイクが生きた時代から100年前くらいを生きていた人で、ウィリアム・ブレイクの時代には英雄的な自然科学者というイメージだったわ。そしてこの絵は、薄暗い海底で、ニュートンがコンパスを用いて物質世界の解明を試みている、という絵よ。この当時からブレイクはニュートンを文学の史上の破壊者と批判していて、この時代に勃興してきた科学万能主義に強く反対していたわ。これはちょっと不思議だな。死刑だは少なくとも数学などを多く使っていて、どちらかといえば科学を信奉している感じがするが、それも後で解説するわね。最後にリベル・プリムス表紙の右と左の端に書かれているこの絵よ。おお、なんか不気味な絵だな。これはネブカドネザル2世といって新バビロニア王国の2代目の王で、バビロニア王国では最も力を持った王の一人とされているわ。世界七不思議の一つ、バビロンの空中庭園を作ったと旧約聖書にも書かれているわ。彼が生きたのは紀元前600年頃で、この時代の正確な歴史書というのはなくて、例えば彼の逸話も旧約聖書がベースになっている部分が多いわ。彼が有名なのはバビロン捕囚を行ったからよ。バビロン捕囚はユダ王国のユダヤ人たちをネブカドネザル2世が捕虜としてバビロニアに連行したという事件よ。つまりユダヤ教の経典である旧約聖書にはこれはものすごい逆境、苦難として描かれているの。当然ネブカドネザル2世は暴君、悪役として描かれているわ。まあこれは事実なんだろうけど、そう考えると今私たちが知っている歴史は、実はかなり偏った一方向の見方のものが多いんだろうな。そしてこんな悪役非道なことをしたからかはわからないけど、旧約聖書には後年に彼が発狂したと、書かれているわ。この絵は発狂して理性を失い獣のようになってしまっているかつての王様の姿よ。ということでリベル・プリムスに使われている4枚の絵について簡単に解説したけど、まずウィリアム・ブレイクについてまとめると、兵隊との事件をきっかけに、自分の意見を難解な表現で隠すという表現技法を使っていた。科学万能主義を批判し、精神的な世界を重要視していた。神を信じ、神秘主義に影響を受け、独自の象徴体系に基づく神話を構築していた。なるほどなんだぜ。一言で言うのは難しいが、多分物質世界だけでなく、精神世界も重要視していた人、って感じなんだろうな。ただなんとなくだが、これは死刑だとは少し考え方が違う気もするんだが、死刑だは暗号や数学などかなり科学を重要視している感じがするが。まあこれには二つの意見があるわ。まずはこれ見てもらったらわかるんだけど、全ての絵は左右もしくは上下反転されているの。なのでブレイクの精神世界を重要視する考え方を批判。つまり死刑だは物質世界、科学が最も大切というのを表現している、という考え方よ。そしてもう一つは全く逆なんだけど、ブレイクのように精神世界や神秘的なものを重要視する、という考え方よ。ここからは私個人の意見だけど、死刑だはこのどちらも正しいと言っているのではと考えているわ。つまり自然科学、数学や物理法則は神秘的なほど不思議で美しいもので、それは信仰にも近いものである、と考えているのではと思うの。それは死刑だの素数への信奉や、現実世界が不思議なほど美しい法則に基づいて動いている、というのを表現したものを数多く問題の中に取り入れていることからも推測できるわ。ちょっと複雑だし難しいんだぜ。そうね。というくらいリベル・プリムスの解読は難しいし、死刑だが何を意図しているのか、というのも難しい問題なのよ。ちなみにこの絵をよく見ると、この死刑だのシンボルが隠されているらしいの。下の部分なんだけど私には見えなかったから見えた人は教えてね。全然見えないんだぜ。それじゃあここからは主要なページを解説していくわね。いよいよだな。まずは最初のページだけど、これは単なるタイトルと考えられているわ。もちろん最初に暗号を解いて出てきた時は一番初めの画像だったから、これだけでも十分インパクトあったのよ。そして画像ファイルには次の暗号のための暗号は隠されていたんだけど、今回は本の中身のみについて解説するからそれは飛ばすわね。そして2ページ目。これはルーン文字から英語へはすでに解読されているわ。お、どうやったんだ？これは後から出てくるルーン文字から英語への翻訳すべてで共通するんだけど、
解読にはこのゲマトリアプリウスを使うわ。ただもちろんこれをこのまま使うだけじゃなくて、文字を交換したり変換したりする必要あるんだけど細かいところは全て省くわね。そして出てきた英語がこれよ。おお、なんかちゃんと英語っぽくなっているんだぜ。まあところどころスペルミスみたいなものがあるんだけど、それも考慮して日本語にすると。警告。あなたが真実だと知っていること以外、この本から何も信じるな。知識を試せ、自分の真実を見つけろ、死を経験しろ。この本自体や言葉や数字に含まれるメッセージを編集または変更するな。その全てが神聖だから。おお、これはすごいな。本の序文みたいな位置づけとしてはかなり意味が通っているんだぜ。そうね、いわゆるこの本を読む前の心構えとしての警告ってことね。まあ多分ここで言いたいのは、自分で考えて自分で答えを見つけろ、そして内容を変更するな、ってことでしょうね。ただこの文章、もう少し分析するともう一つ分かったことがあるの。この文章をゲマトリアプリウスを使って各単語をゲマトリア式に計算すると、すべて素数になるの。この右側の数字がゲマトリア式で計算した数値よ。さらに米印があるものは逆から読んでも素数、つまり Mark という数字になっていたの。Mark ってなんだ？ Mark は逆から読んでも素数になる素数よ。ここだと、例えば1009は素数、9001も素数、という感じね。おお、不思議なんだぜ。まあゲマトリア式で全て素数になるのは意図的にそうなっているんだろうが。次は3ページ目。これはさっきもちょっと言ったけど、一章って書いていて、インタスはラテン語で内部とかへって意味よ。まあこれも今のところこれ以上の解読はされていないわ。でも不思議な点を挙げるとすれば、普通はチャプター1があれば、2も3もあると思うけど、チャプターはここだけなの。そしてインタスの意味も詳しくは分かっていないわ。なので本来はもっと長い文章を作ろうとしていたが、一章のこの本も全て解ける人がいなかったので、その後が作られなかった、とかかしら。まあ、謎解きを細かく見ているとあまりにも難しすぎるんだぜ。それでは次のページ。各ページ、ルーン文字からの英語への変換が全く同じではないんだけど、その話をすると細かくなってしまうから今回はあくまで中身に焦点を当てていくわね。そしてここからは英語もなしにして日本語だけでいくわね。ようこそ。ようこそ。巡礼者よ、すべての終わりに向かう偉大な旅へ。簡単な旅ではないが、ここで自分の道を見つけた人にとっては必要な旅。その過程であなたはすべての闘争と苦しみ、純真さ、幻想、確信、そしてあなたの現実に終わりを見つけるだろう。最終的には、あなたは自己の終わりを発見するだろう。これもまたなんか抽象的な内容だな。まあ要はこれを解けば全部解決するって感じかだぜ。ちなみに今回はゲマトリア式で計算するとした二つは素数ではなかったわ。素数、Mark、素数以外の数値に何か意味があるのか。次よ。この巡礼を通じて私たちは自分自身と現実を形作る。内側に深く旅すれば、外側にたどり着く。星のように、私たちはその中を進むことによってのみ出現することができる。知恵、あなたはあなた自身の存在。あなたはあなた自身の法則。それぞれの知性は神聖である。生きとし生けるものは全て神聖である。教えが自分自身に命令する。またすごく抽象的だな。でもなんとなく同じようなこと言っているわよね。まずはこの死刑だの暗号解読の一連の流れを巡礼と表現しているんでしょうね。巡礼というのは、聖地に参ることだから。要はこの暗号解読の旅は答え、もしくは真理にたどり着くための聖地巡礼と言ってるんでしょうね。そして一貫して言っているのは、自分で考えること、自分の知恵を使うこと。まあこれは今までの問題からも死刑だらしい内容だよな。それでは次よ。ここでいよいよ暗号みたいなものが出てくるわ。まず文章のところだけど。ちょっとした知恵。素数は神聖。トーシェント関数は神聖である。すべてのものは暗号化されるべきである。これを知りなさい。ここに来て急な謎解きみたいなお題。トーシェント関数ってなんだ？トーシェント関数は、オイラーのファイ関数とも呼ばれるんだけど、ある正の整数 N に対して、N と互いに備え N 以下の正の整数の個数を求めることができる関数よ。何言っているか全然わからないんだが。まあ要はある数字に対して互いに素になる数字が何個あるかを計算できる関数ってことよ。そしてその条件として元の数字も相手側の数字も正の整数しかダメで、相手側の数字は元の数字の N 以下って条件ね。互いに素ってなんだ？互いに素は共通の約数が1だけという意味よ。例えば2と3は、1以外の正の整数では割ることができないから約数が1だけ。でも4と6だと、2つとも2で割れるわよね。だから互いに素ではないの。なんかなんとなく習った気がするな。そしてトーシェント関数の具体例を挙げると、ある正の整数 N を6とすると、
1から6の中に6と互いにその数は何個あるか？ってのを計算する関数よ。そして1から6で6と互いにそなのは1と5だから、トーシェント関数の答えは2よ。そして犬が7だった場合、7以外はすべて7と互いにそだから、トーシェント関数の答えは6よ。なるほどだぜ。詳しくはわからないが要はある数字の素になる数字何個あるか計算できる式だな。その通りよ。そして本に戻ると、まずはちょっとした知恵ってのは、英語だとサムイズダムだから、日本語に訳すとちょっとした知恵とかヒント、みたいな意味になるの。だから素数やトーシェント関数が暗号を解くヒントになっている、って考えるのが普通と思うわ。そしてこの下の数字なんだけど、まずは文字になっているところ数字のところがあるわよね。この文字の部分はルーンから英語にするとこんな感じよ。そしてルーン文字は数字にもできるから、この文字をゲマトリアプリウスを使って文字にしたのがこちらよ。おおなんか綺麗な数字の表ができたんだぜ。そしてこの数字の表は見たらわかる通り左右上下対称になっているわ。確かに、例えば272が左上と右下にあるんだぜ。そしてこの数字をそれぞれ縦横斜めに足すと、こんな感じで全て1033になるの。1033はもちろん素数で、逆にすると3301よね。大式だ3301。これはマジックスクエアといって、縦横斜め足して全部同じ数になるようなもののことを言うわ。数学的なパズルとしても使われることもあるんだけど、歴史的に昔からいろんな国で不思議な力を持つ図形としてオカルト的に使われたりもしているわ。中国、インド、中東、アフリカ、ヨーロッパと各地でいろんな魔法陣が見つかっているの。ちなみにこの合計の数値、例えばこの15は魔力定数と呼ばれているわ。魔法陣を組み合わせたり、新たな魔法陣を見つけたり、実生活に使ったりと、昔から数学的にもオカルト的にも研究されてきているのよ。おお魔法陣とか魔力定数とかなんかものすごく漫画の世界の気がするが、昔から使われていたんだな。ちなみにリベールプリムスのマジックスクエアはもう一つ特徴があって、数字を一桁ずつに分けて足していくと同じ数字になるの。例えば1行目を左から右に足すとこんな感じよ。なるほどだぜ。例えば272だと、2と7と2に分けて足すんだな。そして出てきた答えの43をさらに4と3に分けて足すと、7になるわ。そしてこれを2行目も同様にすると、7になるわ。何の意味があるか全然わからないが不思議なんだぜ。そしてさらに、272の各数字をそれぞれ分けて足すと2足す7足す2で11になるわ。そして11を分けて1足す1にすると2になるわね。同様の計算を272の下にある366でやると、6になるわ。そしてこの2や6をもともとあった数値を同じ場所に置くと、こんな感じになるの。なるほどだぜ。272は2で、366は6、226は1ってことだな。そしてこの新しいマジックスクエアを縦横斜めで足しても、こんな感じで全て7になるの。おおこれはちょっと鳥肌が立ったんだぜ。でもこれは一体どういう意味なんだ？実はこの数字の解読は今のところここまでしかわかっていないの。元々の文章にあったようにトーシェント関数で変換してみたり、元々の数字で素数と素数じゃない数字を分けてマッピングして図にしてみたりと、いろんな解読が試みられたんだけど未だに解読はされていないわ。ただ私の個人的な考えでは、そもそも文字列から数字に変換するゲマトリアの手法は可能なんだけど、その逆で数字から文字にするのは変換量とかがないと、無限に単語の組み合わせがあってほぼ不可能だから。このマジックスクエアが何か文字列を表しているとは考えていないわ。つまり何か文章的なメッセージではない可能性が高い、という意味ね。むしろこのページのマジックスクエアの上にセミ、つまり死刑だのマークがあって、このマジックスクエアは縦横斜めの和がそれぞれ1033、3301の逆数になるから、このページは単純に死刑だ3301、という意味ではないかと考えているわ。というのも、今まで死刑だは素数ゼミから来ていることは確かではと考えられていたけど、3301というのは謎だったの。そんな中で、このマジックスクエアは数学的にも不思議で神秘的で、数字や自然世界の不思議さや神秘さを信奉する集まりであることから、その比喩的な表現方法の一つとしてこの素数ゼミやマジックスクエアから名前を取ったのではと考えているわ。まあ確かにそう考えると筋は通っている気がするぜ。古代から本人たちは意図せずに素数周期の個体だけ生き残ってしまった不思議なセミと不思議な自然法則。昔からある魔法陣というオカルト的な神秘性を持ちつつ、数学的にも不思議な性質を持つマジックスクエア。死刑だが数字や数学、自然科学をある意味宗教のように信奉する集団であれば確かに不思議ではないんだぜ。なので個人的にはこれは非常に面白いページだと思っているわ。それじゃあ次行きましょう。公安、ある男は師匠の元に行って勉強することを決意した。彼は師匠の玄関へ行った。ここで勉強したいのは誰ですか？と師匠が尋ねた。生徒は師匠に自分の名前を言った。それはあなた自身ではありません。それはあなたがそう呼ばれているだけです。ここで学びたいあなたは誰ですか？と彼は尋ねた。おおなんか物語みたいになってきたな。ちょっと気になるんだぜ。
ちなみに公案ってなんだ？公案っていうのは禅宗における問答、または問題のことで、禅宗で修行僧が探求する課題のことよ。有名な例に石種の声というのがあるわ。これは白隠会閣という禅僧が考えた有名な公案の一つで、白隠が修行者たちを前に言った。両手のひら打って恩情あり、石種に何の声やある。石種の声を念呈せよ。意味がわかるようなわからないような。つまり両手を打ち合わせると音がするが、片手にはどんな音があるのか。それを報告せよ。って意味よ。いやいや問題を聞いても問題の意味がわからないんだが、片手の音ってなんだ。まあ両手の音があるなら片手の音だってあるでしょ。ってことなのか、両手打った時に片手だけの音を拾うとどんな感じなのか。って意味かもしれないわね。まあ禅問答ってそんな感じなのよ。修行のために行われるもので、にわかに要領を得ず、回答があるかすら不明なものも多いの。本来の意味とは違うけど、一般的に悪い意味で、会話が噛み合っていない様子や意味のわからないやりとりのことを指して禅問答みたい、ということもあるわよね。ただ、へりくつや奇弁ではなく、トンチや謎かけとも異なるの。あくまで悟りの境地に達していない人には容易に理解しがたい難問、と考えられているわ。まあ要するにこのリベルプリムスの公案も禅問答の公案のように、答えがないようであるような難しい問いかけ、という意味だな。なんか今までの経緯から死刑だは欧米圏の人によって構成されている可能性が極めて高いと思うが、禅の公案、なんて言葉知っているんだな。最近欧米でも流行っているでしょ、禅が。アップル創業者のスティーブ・ジョブズも禅を実践していたくらいだし。話を戻すと、ここでの問題は師匠という人が、師匠の元で学びたいという弟子というか生徒にあなたは誰と問いかけているの。そして生徒は自分の名前を答えるが、名前はそう呼ばれているだけであなたではない、と言っているの。まさに禅問答みたいだぜ。それじゃあ次のページよ。男は少し考えて、私は教授ですと答えた。それはあなたがやっていることであり、あなたが誰であるかではありませんと師匠は答えた。ここで学びたいあなたは誰ですか？混乱して、男はもう少し考えた。最後に彼は答えた。私は人間です。それはあなたの種族に過ぎず、あなたが誰であるかではない。おおまたまた厳しい師匠。でもやっぱりここも前のページと同じでまさに禅問答だな。そうね、職業でも生物分類学上のことを聞いているわけではない、ということね。それじゃあ次よ。ここで学びたいあなたは誰ですか？と師匠は再び尋ねた。少し考えた後、教授は私は偶然この体に宿る意識ですと答えた。それはただあなたが何かであって、あなたが誰であるかではない。ここで学びたいあなたは誰ですか？男はイライラしていた。私ですと彼は始めた。ついに男が切れちゃったんだぜ。まあでも、私です。っていうのは確かにその通りなんだぜ。そうね、ここでは何かではなく、誰かって聞かれているのよね。続きが気になるぜ。でもこれって全部ルーン文字で書かれていて、しかもいろんな計算して解読しているんだろ。なんかそんなことはすっかり忘れて物語がただ気になるんだぜ。最初に解読した人も続きが気になったでしょうね。それじゃあ次よ。しかし彼は他に言うべきことが思いつかなかったので、黙ってしまった。長い沈黙の後、師匠は答えた。それでは、あなたが学びに来るのを歓迎します。教え。毎日4つの非合理的なことをする。なんなんだこれは？最後のオチがよくわからないんだが。最後ちょっとわかりにくいわよね。まああくまでこれは個人的な考察ということで聞いてほしいんだけど。まず最後の教えのところは英語だとインストラクションってなっているの。ここの翻訳は正直難しくて、直訳すると指示、命令、もしくは日本語で言うところのガイドとか説明書ってなるの。この後に続く話とかも全て総合して、私はこのインストラクションの意味は、この寓話を読んでいる人に対してのインストラクション、つまり指示や教え、生きるための説明書みたいな意味と思うの。だから日本語的には教え、って感じが一番合っている気がするわ。ちなみにこの話はここで終わるから、この寓話の結論というか、この寓話で言いたかったことは、毎日4つ非合理的なことをしなさい、この師匠のように、って意味と思うわ。ちなみにこの話に出てきた師匠は4回、名前、職業、種族、体に宿る意識、と4回、生徒に対して非合理的な否定をしているわ。でもこれの何が教えなんだ？ただの意味のわからない狂人って感じなんだが。多分ここに死刑だが信奉する大事な考え方が現れているのではと思うわ。よく言うでしょ、たまには非合理的なことをすると贅沢な時間の使い方だとか、創造的なことができるとか、ただただ合理的に論理的に最善の選択をしているだけでは、創造的なことができない。もしくはさっき解説したウィリアム・ブレイクのような精神的な豊かさを重要視していて、単なる科学万能主義ではなく、精神的な世界や創造性を重要だと考えているんだと思うわ。
そのためにはたまには非合理的なことやって、自分が引いたガチガチの論理的で合理的なレールの上から外れましょう。って感じなのかもしれないわね。ああ、もしこれが本当にそうなら私はなんとなくわかるんだぜ。いつも最短時間でどうやって物事ができるかとか休みの日も遊びに行く時もがっちりスケジュール立てちゃうんだぜ。死刑だってかなり強い考え方がある組織なんだろうなとここからだけでもわかるわ。それじゃあ次よ。ここからまた新たな話に入るわ。神聖の喪失。周囲は神聖の喪失を引き起こす3つの行為を行っている。消費。私たちが過剰に摂取するのは、その欺瞞に次の2つの誤りがあると信じているからである。1、私たちが十分に持っていない、または世の中には十分には存在しない。なるほど、神聖の喪失っていう新たな話に入ったんだな。でも神聖ってなんだ？これは難しいんだけど、直訳すると神としての性質というか神々しさというか。まあ要は人間が本来持っている神のような神々しさの性質とか、もしくは自分たちが信じる神の神聖がこういうことをしたら失われるって意味かもしれないわね。その一つが過剰消費って意味と思うわ。まだ続きあるからどんどん行くわね。そういえば文字の横の絵がおじさんからお姉さんに変わっているんだぜ。それは物語が変わったからでしょうね。結構仕事が細かいな。2、私たちが今持っているものは、幸運によってのもの。そして、私たちは後で必要なものを手に入れるのに十分な力を持たないでしょう。ほとんどのものは消費する価値がない。保存。私たちが物事を温存するのは、自分が弱いと信じているからです。それらを失ったら、再びそれらを獲得するのに十分な力がありません。これが欺瞞です。ちょっとなんか長くなってきてわかりにくくなってきたんだぜ。それじゃあここからは複数ページで切りのいいところまで一気に紹介するわね。これが今まで話したこの話の前半部分よ。要は神聖を喪失する3つの行為、そのうち2つは消費と保存で。どちらも自分が後で手に入れるための力や機会がないと考えていることが問題。またほとんどのものは消費も保存もする価値がないと言ってるわ。なかなか辛辣だな。それじゃあ次は一気に2ページ分よ。なんかパターンが分かってきたぜ。偶話ごとに文字の周りの絵は統一されていて、最後の教えの部分の前には死刑だのセミのマークがあるんだな。その通りよ。それじゃあ後半部分よ。信奉。私たちは、自分が属し、正しくあるために教義に従う。あるいは、私たちは道理に従い、自分が所属し、正しくなることができるようにする。正しいことなんて何もない。所属することは死である。これが私たちの本質素数性、そして神聖を失わせる消費、保存、そして信奉の行動である。いくつかの知恵アドバイス。巨万の富を蓄える。自分が所有するものに決して執着するな。あなたが所有するものすべてを破壊する準備をしなさい。教え。心をプログラムする。現実をプログラムする。おお、なんか結構わかりやすい考え方なんだぜ。前半部分も合わせると、要は物に執着せずに組織や宗教にも固執しすぎずに、自分の心と現実を自分でちゃんとコントロールしていきなさい。って感じの気がするぜ。まあ多分そんな感じでしょうね。なんか深いのかそこまで深くないのか。あともう少しあるから次の話も一気にやっていくわね。次はこの3ページよ。今回は短めよ。おお、なんか絵は下に人が寝転んでいるがこの人大丈夫か？大丈夫ではなさそうね。あとセミが真ん中に2匹いるのは初めてだな。最後のページのセミは前と同じで多分教えの前に配置されているんだろうな。ただ最後の数字は新しいな。それじゃあまずは文字からやっていくわね。ちなみにこれもルーンから文字にするのはある文字だけ覗いたりとか、実は結構難解な解読なんだけど、そこは飛ばしていくわね。ありがとうなんだぜ。公安。授業中、師匠は私に座愛に説明した。あなた座愛は周囲の声ですと彼は言った。生徒にそれが何を意味するのか説明するよう求められた時、師匠は言った。それはあなたの頭の中の声です。私は頭の中に声がないと生徒は思い、手を挙げて師匠に伝えた。師匠は生徒を止めて、言った。頭の中に声がないと今言った声があなたが愛ですと。そして生徒たちは悟りを開いた。教え。すべてのものに疑問を持て。自分自身の中にある真実を発見しろ。自分の真実に従え。他人には何も押し付けない。これを知りなさい。おお、公安ということは一番初めの話に戻ってきたんだな。でも今回のはなんかいまいち意味がわからないんだぜ。座愛ってなんだ？それに関しては何回も出てくるから、死刑だのミスとかではないと思うわ。そしてここからは私の個人的な考察だけど、座満とか、座をつけると単に男って意味ではなくて、その特定の男って意味になるの。例えば私はコンビニで変な男を見た。その男は黒いシャツを着ていた。っていう時は座満って表現するの。
だからここでは、1回目の話の時に師匠があなたは誰だと何回も聞いて、最終的に男が、I am 私ですって答えたから、その私って意味で、在って表現しているのかなと思うわ。つまり最初に出てきた男の本質的な部分を指してその私って表現しているってことだな。そしてこの周囲と私の話もちょっと難解なんだけど、周囲って英語ではサーカムファレンス、周囲、周辺って意味もあるし境界線とか、円周って意味もあるの。これも完全な個人的な考察だけど生徒の男の人があなたは誰ですかという質問で I am 私ですと答えて、その答えたが I はあくまで自分の本質的な自我の周辺が出たものであり、頭で考えて声に出しているのは在という周辺である、という意味なのではと思うわ。そして本質的な自我というか、自分の中心は神聖で、在はあくまでその神聖の周辺とか境界線の部分であるって言っているのではと思うの。わかるようなわからないような。じゃあこの二つ目の神聖の喪失って話で出てきた周囲というのは、自分の周りの他人、という意味ではなくて自分の神聖の周りにある外の世界と接している境界面。つまり本質的な自分の表面的な部分ってことなのか？多分そういうことではと思うわ。外に出ている全てのものは自分の神聖の境界線にある周囲。って表現しているのではと思うわ。じゃあ私がこうやって話している自我もお腹が減ったなと頭の中で実は考えているのも、すべて自分の神聖の周辺、在である、ってことなのか？まあそんな感じね。多分これみんな意味がわからない、って思っていると思うぞ。私も正直よくわからないから違う意味でわかった人がいたら教えてね。そしてこの話の最後のページのこの数字だけど、やっぱりマジックスクエアだったわ。しかも今回は縦横斜めすべてどこを足しても3301よ。おおついに3301だぜ。ちなみに今回もやはり各数字を一桁ずつ足してを繰り返すと、縦横斜めすべて7になるわ。不思議なんだぜ。これは3301魔法陣と呼ぼう。日本語にすると急にオカルトっぽくなるわよね。でもこの魔法陣に関してもさっきの1033魔法陣と同じで、ここからもう一段何か暗号が隠されているかはまだ解明されていないわ。もしわかる人がいたら皆さんぜひチャレンジしてくれだぜ。と、ここまで表紙を除く全75ページのうちある程度解読されている17ページを解説してきたわ。実はここから56ページは未だに解読されていないの。大物語の続きがものすごく気になるんだぜ。でも最後の2ページと途中の挿絵の一部でわかっていることがあるから、そちらを解説していくわね。まずこちらはさっきのページからの続きで中身は解読されていないけど、始まりが赤字で書かれていて文章の外の模様がすべて同じ。そしてセミのマークがあるから多分これで一つの話のまとまりということがわかるわ。どんな話なんだ。そしてその次はこの5ページがひとまとまりと推測される。最後のページに出てきている5つのドットの黒い丸は、この後も形を変えて出てくるんだけど、これが何を表しているかはまだ不明よ。そして次はこの7ページ。ここでわかっているのは、さっきもちょっと触れたけど、この橋の絵がフィボナッチ数列のツリーを表している可能性が高いということね。フィボナッチ数列って何なんだ？フィボナッチ数列はこんな数列のことよ。具体的には前2つの数字を足した数字という規則の数列のことね。3つ目の2は1たす1で、4つ目の3は1たす2で、5つ目の5は2たす3で、前の2つの数字を足した数になっているでしょ。なるほど、でもこれはそんなに特別な数列なのか？実は自然界にもこの数列が多く潜んでいるの。例えばフィボナッチ数列を発見したイタリアの数学者のフィボナッチは、ウサギが増える様子を見てこの数列を考えついたそうよ。おおすごいな。まあでも実際よく調べてみるとウサギって1、2ヶ月とかで成熟しないから、フィボナッチさんはどんなウサギを飼っていたんだろうと思うわ。ウサギさんは子供が産めるようになるのは早くて3、4ヶ月くらいからなんだぜ。妊娠期間は確かに1ヶ月くらいで最大で年に6回は産めるらしいけどな。マリサウサギに詳しすぎない。あと木の枝もフィボナッチ的に分かれることが多いし、人間の気管支や血管の枝分かれもフィボナッチ数列のように枝分かれすることが多いわ。またフィボナッチ数列はこんな風にフィボナッチ数を一辺とする正方形として螺旋状に並べていくと、綺麗な螺旋状になるわ。ひまわりの種の部分はこの比率に沿って列数が決まっていて、美しい螺旋形状になっているわ。この形状のおかげで強度を強く保ち、効率的に成長するのに合理的であると考えられているわ。なるほどだぜ、ということは素数ゼミと同じで、こんな風に変化したというよりは、たまたまこんな風に変化した個体が強度も強く、成長に適したので数を増やして生き残った。って言った方が正しい気がするな。その通りね、生き残るために素数周期やフィボナッチ的な螺旋になったというより、たまたまそうなった個体が自然法則に合致して生き残ったって言った方が正しいんでしょうね。こういうのを理解すると、この世界には素数やフィボナッチ数列が自然に溢れていて、数字やその法則の神秘性、っていうのを感じるのもわかるわよね。またよく人間が美しいと感じる比率である黄金比に関しても、フィボナッチ数列の数字の前後を比べていくと、その比率が黄金比率に近づいていくの。具体的にはこんな感じよ。数字が大きくなればなるほど黄金比率に近づいていくわ。フィボナッチのような螺旋形状になる自然のものとしては他にも、
光合成にとって効率の良い植物の葉の生え方や、DNA の螺旋構造、台風の渦巻き、宇宙の銀河の渦巻き。おおすごいな、フィボナッチだらけなんだぜ。ちなみに人工物だけどモナリザもこの螺旋を使った構図で描かれていると言われているわ。ということで話が長くなったけど、このページの横の図柄はフィボナッチ数列のツリーを表していて、ここからも死刑だの数学や数字への進歩が伺えるわ。またこの部分の最後のページにある虫の絵なんだけど、おおよく見たらこれはセミじゃないな。これはカゲロウだと考えられているわ。確かに羽や尻尾がかなり特徴的だからこれはかなり可能性が高そうだな。でもカゲロウと死刑だのつながりって何なんだ？カゲロウも素数周期みたいなものがあるのか？カゲロウに関しては素数周期はないわ。ただ非常に特徴的な生態を持っていて、まずカゲロウは昆虫としては現在まで生き残っている種としてはトンボと並んで最古の種であると考えられているわ。オオトンボに関しては昔はものすごく巨大なやつがいた、って見たことあるんだぜ。3億年ほど前は、約65センチ、現在のカモメくらいのサイズのトンボが飛んでいたと考えられているわ。しかも肉食よ。怖すぎる世界だぜ。そしてカゲロウも同時期くらいにはすでに存在していたと考えられているわ。約3億年前から姿を変えずにいて生きた化石と呼ばれているわ。初期の昆虫は羽もなかったと考えられているけど、カゲロウは羽が発達して空中を飛んだ最古の昆虫の一つと考えられているわ。大名前くらいしか知らなかったけど実はものすごく年季が入った歴史を持っているんだな。そして今もそうだけど、もう一つ強烈な特徴があるわ。幼虫は水中の中で約半年から1年過ごし脱皮を繰り返して成虫になるの。そして成虫はなんと口も腸もなくて、眠ることもないの。おいおい、なんなんだその生物は。口がない昆虫なんて聞いたことないぜ。そして成虫でいる期間はなんと2時間。2時間、そう聞くと短いと思っていたセミもものすごく恵まれているように感じてしまうんだぜ。2時間じゃ何もできないんだぜ。まあ彼らはものすごい大群で一斉に成虫になって交尾をして、オスはそのまま水の上に落ちて亡くなるの。メスは水の上に落ちてそこで水中に卵を産むわ。ただメスも数時間しか生きないから頭の中まで卵が詰まっている個体もあるそうよ。自己犠牲がすごすぎるんだぜ。ということでカゲロウは確かに生物としては不思議な点も多いけど、数学的に不思議な性質があるかというと私は発見できなかったわ。セミとのつながりも、昔から長く生きている昆虫で、幼虫の期間が長いってことくらいしか共通点がないから、死刑だとのつながりもわかりにくいわよね。長い下積みを経て一瞬の命を生きるセミもカゲロウも不思議な対象なのかもしれないな。次行くわね。次の8ページくらいは装飾の絵はなくてほとんど文字だけよ。最初のページに数字あるけど、これは単純なマジックスクエアではなかったわ。そして最後のページにあの人が横たわっているけど、これも何なのかはわかっていない。次の4ページはまたあの5個のドットが出てきたり、カゲロウをつなげたようなデザインが出てくるわ。その次はセミの羽みたいなものから始まり、またただの文章が続いて、最後はモザイクのかかった木みたいなものが出てくるわ。この木のモザイクは解像度とかミスではなくて、もともとモザイクみたいなものがかかっているの。これもパッと見は木とかサンゴに見えるが。次は変なマークみたいなものがあるページよ。拡大するとこんな感じなんだけど、これはすべてのページで同じ形よ。なんなんだこれ？実はこれは何かはわかっているの。これは鎖型文字よ。鎖型文字ってあのメソポタミア文明の文字か？その通り、そしてこれは数字なの。確かになんとなく似ている気がするが。鎖型文字の数字って実はすごくシンプルで、1と10しか文字はないの。そして2だと1が2本、3だと3本と真ん中の図のように徐々に増えていくの。そして10はこの左向きの矢印の先みたいな文字よ。20はこれを2つ、30は3つになるわ。おう、ものすごく簡単じゃないか。ただ唯一違うのが、メソポタミアは60進法を使っていたの。60進法？私たちのは10で一桁上がるから10進法だから、60で位が上がるということか？その通りよ。あと、この時代は0がまだ発明されていないから当初は1と60の区別がつかなかったの。おいおい、大問題じゃないか。というか0って発明されたのか？まあ発明というか、発見だけど、7世紀にインドの数学者が0の概念を発見したというのが最初とされているわ。おお、7世紀って結構最近なんだな。メソポタミア文明は紀元前4000年くらいからあるとされているから、かなりの時代差があるわよね。ただ鎖型文字でも紀元前3世紀頃にはゼロではないけど、ゼロのように、空所を表すための記号が発明されているわ。なるほど、この斜め向きの2みたいなやつが0みたいなもんだったんだな。これで1と60の区別がつくようになったわ。こんな昔から数字が発達していたとかメソポタミア文明ってすごかったんだな。ちなみに表紙の絵で紹介したネブカドザル2世が治めていた国、バビロニアもメソポタミア文明の中心的な国家よ。おお、こんなところで繋がってくるんだな。それじゃあほんのこの記号に戻るけど、これはそれぞれ、10、7、10、3、50、5、1を表しているわ。これを重心法に直すと。
上の数字は218万5803、下の数字は18万301になるわ。ちなみにどちらも素数ではない。これ見ても全然何かわからないな。そして仮にこの2段の数字が1つの数字だとすると、中心法では4721億3362万8301よ。オーレイムの資産くらいあるな。ジンバブエドルで。もうその通貨は廃止されているけどね。これも素数ではないわ。上が4個の数字で下が3個だからマジックスクエアでもないし。残念ながらこの鎖型文字もこれ以上は解読されていないわ。次よ。ここのページは同じ図柄だから同じパートではあると思うけど、内容に関してはまだ解読されていない。続くこのページは絵柄がさっきと同じだから繋がりはあると考えられているけど、中身がほとんど文字ではなく、数字と英単語の記号になっているわ。これは36進法などで数字に置き換えたりといろんな方法は取られているけど、意味のあるような解読には至っていないページよ。死刑ださん、もうちょっと挑戦者のこと考えてくれだぜ。そしてこれが解読されていない最後のページよ。さっきと同じ植物の図柄があってセミがいてさっきモザイクがかかっていたような気がある。以上が未解読ページで、最後の2ページは暗号化がほとんどされていなかったので解読されているから解説していくわね。最後に、ディープウェブ内には、次のハッシュ値を持つページが存在します。このページを探すのは全ての巡礼者の義務です。これどういう意味なんだ？ハッシュ値というのはハッシュ関数というのを使って生成された数値のことよ。元のデータがどんな長さでも一定の長さのハッシュ値になるから、元のデータがどんなものかわからなくなるの。ただ元データが同じならもちろん同じハッシュ値になるわ。要は暗号化や改ざん検知などに使うことができるわ。ただ残念ながらこのサイトはまだ見つかっていないわ。そしてこれが最後のページ。例えばなし、表面に向けてトンネルを掘る霊気の昆虫のように、私たちは自分自身の周囲を脱ぎ捨てなければならない。内なる神聖を見つけて現出させろ。以上よ。霊気って何なんだ？ここは英語でインスターと言ってかなり翻訳が難しかったんだけど、多分、昆虫が脱皮する間の期間を第一霊、第二霊、って呼ぶから、そのことを指しているんだと思うわ。そして脱皮する昆虫のように私たちは自分の周囲、外部との境界線の部分を脱ぎ捨てて、神聖を現出させないといけないと言っているんだと思うわ。要は中身のところでも解説したけど死刑だは人間がこんな感じのイメージで成り立っていて、昆虫の幼虫が殻を破って脱皮するように、私たちもこの赤いところであるサーカムフェレンスを破って、神聖を出していけ、ってことでしょうね。なんかここに来てやっと全てが繋がった感じだな。そうね、そして最後のページでカゲロウが使われているのも昆虫の中では脱皮回数が多いカゲロウを、比喩的な対象として取り上げているんでしょうね。カゲロウは10から40回は脱皮すると言われているから。最後の2ページは後書きみたいな感じでわかりやすかったぜ。そうね、多分未解読のところで本文が終了して、後書きは簡単に読めるように暗号化を軽めにしたんでしょうね。ということで以上が中身で全てのページよ。ものすごいボリュームでもうお腹いっぱいなんだが。そうよね、それじゃあ最後に簡単にまとめというか全体を通して言えることよ。一つ目は、中身は抽象的な人間観が主題。すべてのページが解読されているわけではないから、すべての中身はわからないけど、少なくとも解読されているところの表面上は、ちょっとした哲学的な内容というかどういった人間であるべきか、みたいな内容が多いと思うわ。そして途中のページや最後のページであるように、人間はこの周囲の部分しか出ていなくて、これが神聖を損なったりすることがあるので昆虫が脱皮するように神聖を出していかないといけない。ってのが結局の主題だったように感じるわ。正直、深いのか浅いのかわからない考え方だな。二つ目は、こういった問題を世の中に出す目的はやはり人材の発掘だと思うわ。本の中身のところでは紹介できなかったんだけど、実は本の中身の画像をアウトゲスで分析するといくつかのページからはメッセージが見つかったの。ただ中身としては概ね似たようなものだったんだけど、例えばこれにはあることをするように書いてあるわ。CGI ファイルのアップロードを受け入れることができると赤くしサービスを一つ作成してください。この隠しサービスが戻ってきて、入力を受け入れることができるようになったら、3つのマジックスクエアとトアの隠しサービスへの URL をここに投稿してください。一人でやってください。ということで、今までこの一連の動画を見てくれている人なら概ね何を言っているかわかると思うんだけど、CGI ファイルというのは、コモンゲートウェイインターフェースの略でサーバーサイドで動作するプログラムの一種よ。あまり重要ではないから簡単に説明するけど、例えばホームページ見るときに、通常 HTML だけで作られたウェブページにアクセスすると、ウェブサーバに保存されているデータ HTML テキストがそのままウェブブラウザに送り返されるの。つまりマリサが例えば Apple の企業のホームページを Google Chrome のブラウザで見たときは、マリサの Google Chrome が Apple のサーバーにリクエストしてそこにあらかじめ準備されていた。Apple のホームページのデータがそのまま送られてくるの。一方、CGI で作成されたページにアクセスした場合は、Apple のサーバー上にある CGI ファイルに書かれたプログラムが起動して、
その結果が HTML としてマリサの Google Chrome に送り返されてくるの。要はもともとあったファイルをそのまま送り返すんじゃなくて、CGI プログラムを実行して、その結果を送り返してくるの。CGI を利用することで、HTML だけでは表現できなかった動的なページの作成が可能になったわ。昔はアクセスカウンター、掲示板、ウェブチャット、ショッピングカートなどいろいろ使われていたわ。でもサーバーサイドの負荷が重くなったり実行に時間がかかるから今は置き換わってきているものよ。なんとなく、サーバー側でプログラムを実行するってのは分かったんだぜ。あと、トアはもうおなじみだけどダークウェブでも使われるこの玉ねぎ通信のことね。接続経路を暗号化してくれるわ。もしわからない人は過去動画見てくれだぜ。そしてマジックスクエアは今回たくさん出てきたこの魔法陣ね。この魔法陣がそんなよく使われる存在だったのは今回初めて知ったんだぜ。まあ普通の人はほぼ全く使わないでしょうね。話を戻すと要は CGI ファイルをアップロードして実行できるトア経由のサービスを作ってね。できたらその URL と3つの魔法陣をここに送ってね。って書いてあるの。送り先は暗号になっているこの部分よ。死刑だってさらっとものすごいこと要求してくるよな。まあこれを見てもわかるけど明らかにこれは人材発掘の試験よね。そうだな、いつもの死刑だの問題みたいなんだぜ。だから本の中身に関しては彼らの信じる哲学的なものを書いてあるんだろうけど、問題を出すことも、この本を出すことも哲学的な思想を広めるためというよりは、やはり人材の選抜と発掘っていう目的が主だったと思うわ。まあそういう意味では誰でも彼でも同じ考え方に染めていく、っていう宗教的な組織とはちょっと目的が違うんだろうな。ここからも死刑だという組織が少し見えてくるわよね。三つ目は、自然科学への信奉が強い組織だとわかるわ。まあこれはもう散々解説してきたけど。素数周期という不思議な生態を持つ素数ゼミ、フィボナッチ関数、マジックスクエア。これだけ見ても数学的な見識が深く、かつ自然界に溢れる数学や自然科学全体にも敬意を持っている印象よね。もちろん暗号を解くときに数多くの数学的な計算も要求しているわ。そして冒頭のこのページで素数は神聖と言っている通り、やはり素数への信奉というか敬意は大きい印象ね。まあでも数学や自然科学に見識が深い人であれば素数が神聖と思えるほど不思議というのは理解できると思うわ。例えば今ではいろんなところで使われる歯車も、歯の数が互いにその方が毎回噛み合わせが変わり、摩耗の偏りがなくなるので良いと言われているわ。こんな感じで素数は私たちの生活に重要な数字なの。そしてこれが最後のまとめだけど、死刑だという組織に関してはやはり過去の専門回答者が言っている通り、暗号の普及を目的とした組織である可能性が極めて高いと思うわ。さっきのこのページでも全てのものは暗号化されるべきと言っているけど、死刑だの問題は一貫して、暗号化、複合化の技術力、知識を試すような問題ばかりよ。そして暗号に必要不可欠な数学的な知識も試しているから、ほぼ間違いなく暗号化を推進するための組織でしょうね。そしてここからは私の推測もかなり入るんだけど、死刑だが2012年から2014年頃まで積極的に活動をして、その後落ち着いてきているのはここに原因があるのではと考えているわ。それはどういうことなんだ？このグラフを見てほしいんだけど、これはネット見るときに HTTPS という規格を使っている割合を示したものよ。なんだそれ？まあ知っている人も多いと思うから端的に説明するけど、HTTP は Web 通信のための通信規格でネット黎明期から使われてきたわ。まあアドレスバーに入れるよな。でも HTTP でやる通信は暗号化されていなくて第三者に内容が漏洩する可能性があったの。そこで出てきたのが HTTPS で簡単に言うと暗号化して通信できる規格よ。最近よく見ない、こんな感じでちょっと怪しいサイトとか古いサイト行くと出てくるやつ。これはそのウェブサイトがまだ HTTPS 対応していないので暗号化されていない通信になっているってことよ。それでもう一度このデータを見てほしいんだけど、死刑だが出てきていた2012年から2014年頃は、暗号化された通信、つまり HTTPS の普及がまだ 30% 前後だったの。しかし現在では 80% を超えていて主要なサイトはほぼ全て暗号化通信に対応しているわ。つまり死刑だが積極的に活動していた2012年から2014年頃はまだ世界的に暗号化が主流ではなく、危険な状態であったの。だから死刑だは積極的に暗号化を推進していたんではないかしら。ただそこから急速に普及が進んで現在では暗号化された通信が完全に主流になっているから。死刑だの目指す世界、つまり全てが暗号化されるべき、という世界観にほぼほぼなってしまい積極的に活動する理由がなくなった。これが近年になって死刑だの活動がなくなってしまった理由なのではと私個人としては考えるわ。おおまあ確かにそう考えると辻褄が合うんだぜ。まあでもそうなってしまうと死刑だの謎というか神秘的なものがなくなってしまうからちょっと残念ではあるんだけど。ということでものすごく長くなってしまったけど、これが私の死刑だの一連の出来事に対する結論よ。死刑だの目指す暗号化された世界が実現されたから役目を終えた、ってことだな。今回解説したリベルプリムスに関しても全ては解読されていないけど、ある程度中身に関しては理解できたと思うわ。まあ解読されていないところに驚くような謎があるかもしれないけどな。
興味ある人は一度ぜひ自分でも挑戦してみてね。ただもう一つだけ付け加えると、量子コンピューターが出てきて計算速度が飛躍的に上がると、現在使われている暗号化が役に立たなくなる可能性があるから、そしたらまた新たな死刑だ3301が登場するかもしれないわね。死刑だ4401になるんだぜ。そういうのやめてね、ほんと。それじゃあ最後まで見てくれた人、本当にありがとうございました。あれ、そういえば最初にいた素数ゼミどこ行ったんだ？解説中にスタックがポップコーンにして美味しくいただきました。いや別に食べ物じゃないからテレビ的に聞いたんじゃないんだぜ。